世界ランク1位の相手に対して、1本目のプレーが自分から始まる。高ぶる気持ちを抑え、冷静に、一度高くトスを上げ、息を吐く、何度も繰り返したルーティンで、いつも通りに。宮浦健人は静かに燃えていた、画像、かっこよすぎだろ、静かなるエース宮浦健人のムキムキ筋トレインパリ、街並みで撮影したモデルみたいなオフショットも見る。 ベンチでもオーラ半端ない石川アンドラン、奇跡、W 友弘、が同じコートに、男子バレー熱戦写真フォト、100枚。バレーボールネーションズリーグ、VNL、福岡ラウンド3試合目、強豪ポーランドとの一戦は日本のサーブから。最初のサーバーが宮浦だった、エンドの中央エリアから狙い通り、得意なコースへ打ったサーブで意識したのは、攻める、よりも、正確さ。 サーブはメンタル的な要素、影響が強いので、最初の一本はまず入れて、次は攻めよう、と決めていました。間違いではない、むしろ、最初の一本なのだから、ミスのリスクを減らすことを優先するのは正しい選択だったかもしれない。ただ、爆発する姿を何度も見てきたからこそ、しかもそのきっかけがサーブである場面が色濃く焼きついているからこそ、少し物足りなくも感じた。 もっと攻めればいいのに、もっと攻める力があるのに、最初のサーブだけでなく、宮浦自身も序盤にブロックで止められて、良くないイメージが残ってしまったと明かしたように、中盤以降は本来の持ち味である豪快さとしなやかのあるスパイクで得点する場面もあったが、それが続かなかったと反省の弁を述べた。世界ランク1位の相手にストレートで敗れたことよりも、不完全燃焼で終えた試合に、 宮浦も落胆しているように見えた。試合前の声援を受けて、期待してくださっている方がたくさんいるのを感じました。だから今日、そこで自分のパフォーマンスができなかったのが、すごく悔しいです。大きな壁の前で、宮浦はもがいていた。くそ悔しいです。5月21日に開幕した VNL のブラジルラウンドを終えた後、宮浦はこちらが想像した通りの言葉を口にした。 アルゼンチン、セルビア、キューバに3連勝。4位草目でイタリアに敗れはしたが、五輪出場をかけてベストメンバーで臨んでくる相手に対して日本は3勝1敗という好スタートを切った。宮浦個人に目を向けても、最初の2戦は2枚替えで投入されると直後にスパイクを決めて期待に応えた。スタメン出場してイタリア戦ではチーム最多の20得点を叩き出している。 果たすべき役割は十分果たしているように見えるが、満足どころか、くそ悔しい。理由は、宮浦自身が一番わかっていた。まだまだ自分の力不足を感じました。今、調子は悪くないんですけど、自分にやれることを100%出したかというと、まだまだ。もやもやするような感じだったし、試合に出て結果を出せないのはただ自分の力不足なので。 試合の中でも相手に対応して解決策を生み出す。対応力が大事だと思っています。問いかけにうなずきながら、うーん、とか、なんだろうな、と前置きしながら飾り気のない言葉で感情を表現する。その中で何度も繰り返したのが、力不足、という言葉。ブロックしたかった、もう少しできた、そう、時折苦笑しながら悔しさを滲ませた。